ソウル、ユタの方には来たことあるかい？うん、行きたいんだがなかなかね。いいとこなのに、特にプロボ、きっとモルモンと馬が合うよ。まあそのうちな。みんなラスベガスへようこそ。本当か？食べてるか？よかった。みんなシラフか？ほぼシラフだな。言っておくが、今ならまだ抜けられるぞ。いいか、俺がやろうとしている山はハイリスク、ハイリターンだ。それが気に入らなければそれで結構。食事を楽しんだら帰ってくれていい。別に恨んだりしない。気に入ったやつだけ仲へ。ボビー・コールドウェルの息子だな。シカゴからか。ああ。あそこはいい町だよな。ああ。そりゃよかった。さっさと中に入れ。ラスベガスブルバード、別名ストリップ。ここにベラージオ、ミラージュ、MGM グランドがある。ベガスで最も稼ぎのある、いわゆる三大カジノだ。見てくれ。ベラージオの金庫室だ。ストリップの真下。地下60メートルのところに作られたこの金庫に、1000トン残らず集まる三大カジノの売上金。これをいただく。現金つかみ取りかい？そんな簡単なわけないだろう。ま、だよな。このビデオはベラージオの新任ディーラーフランクが入手したものだ。まず悪いニュースを。この金庫の警備システムは核ミサイル基地のそれに匹敵する。最初の難関はこの刑事の突破だが、ここは笑顔でクリアしてもらいたい。続いて3枚のドアだ。ドアはそれぞれ12時間ごとに6桁の暗証番号が変わっていく。でここを抜けるとさらに厄介なエレベーターがある。指紋 ID 装置に適合しないとエレベーターは動かない。ごまかすのは無理だ。さらに面倒なのは音声確認だ。ベラージオと金庫室両方から要求される。モノマネは無理。まだある。エレベーターシャフトにはモーションセンサーが配備されている。自動制御を切るとシャフトの出口がロックされてエレベーター内に閉じ込められる。だがシャフトさえ降りられればゴールは目前だ。あとは機関銃を持った警備員2人と史上最強の金庫の扉が待ってるだけだ。質問は？我们为什么不从地下挖个洞钻过去呢？トンネルはダメだ。半径100メートル四方の地中はモニターされてる。連中はモグラの巣も見逃さない。他には？いいニュースもあるんだろ？ああ。ネバダ州賭博委員会の定めで、カジノはその日のチップ全てを換金できる額の現金を用意しておかなければならない。というわけで、平日でさえカジノにはおよそ6000万から7000万ドルの現金が保管されている。週末ともなればそれが8000万から9000万。2週間後の計画実行日、ボクシングのタイトルマッチの日には1億5000万ドルはくだらない。これを11人で均等に分ける。1人いくらだ？その通り。ちょっといいか？うん。うまいことケージに入って、でたくさんのドアも通過して、面倒なエレベーターも無事降りて、銃を持った警備員をかわして、開かない金庫も開けられたとして、監視カメラもかわしてな。すまない、カメラの件を言い忘れてた。仮に全てうまくいったとして、1億5000万ドルもの大金を持って、しかも誰にも止められることなくまんまと逃げ切れるのか？ああ、分かった。まずはステップ1、フロアの警察だ。3軒全てのカジノでディーラーのローテーション、現金を運ぶカートの動きを徹底的に把握しろ。セキュリティパスを持つ警備関係者も一人残らず調べるんだ。シャーメインって子がいるんだけど、彼らの出身地、あだ名、コーヒーの好みまで。頭が良くて、クレイジーホースで踊って偉大の授業料払ってる。俺に気があるんだ。いいか、肝心なのは3つのカジノを熟知することだ。
カジノは迷宮だ。わざと分かりにくくできてる。出口は押さえておけ。10時44分入室。46分だ。ネジ巻いとけ。44分だよ、絶対に。46分だ。ステップ2は電力。ボクシングの試合中、陥落の都を停電させる。バジャー頼むぞ。大停電と大混乱どっちにする？両方できるか？楽勝だ。ステップ3、カジノの監視。カジノ警備の目と耳をこちらもそっくりそのまま使わせてもらう。ティビングストン。不可能ってわけじゃないけど侵入はかなり厳しいな。どこかにトランスミッターを使えるような回路は？ない。となると中に入るしかないな。常駐の電気技師はいるの？二人だ。一人は独身。悪いな、シャーメイン。すぐに返すよ。おふくろさんによろしく。自分で言えば、ママならもうすぐステージよ。ソウル、ユタに来たことはないのか？行きたいとは思ってるが。一度来たらいい。特にプロボはすごく楽しい街だ。考えておく。ようこそラスベガスへ。本当かよ。料理は食べてるか？よし、酒は飲んでないな。酒はルーベンだけか。まず言っておくが、今ならまだ抜けられる。今回の仕事は稼ぎもでかいが危険も大きい。もしどうしても気が乗らないようなら、料理だけ楽しんで帰ってもらっても一向に構わない。乗るなら来てくれ。ボビー・コールドウェルのせがれだな。シカゴから来たのか？ああ。シカゴはいい街だな。ああ。そらよかった。さっさと中に入れ。ラスベガスブルバードのこの一角にはベラージオとミラージュと MGM グランドがある。この3つはラスベガスで最も稼ぎの多いカジノだ。これはベラージオの地下金庫室。ラスベガスブルバードの真下、地下60メートルのところにある。この中に三大カジノの売上金が全て集められる。それをいただくんだ。金掴んで逃げるのか？それよりちょっと複雑だ。うん、そっか。悪い知らせがある。ベラージオに新しく入ったディーラーのフランクによると、ここの警備システムは核ミサイル基地並みに厳重だということだ。まずカジノの関係者用ドアの内側に入るが、これだけでも簡単じゃないぞ。次にこれらのドアを抜ける。ドアを開けるための6桁の暗証番号は12時間ごとに変わる。その次にはエレベーター。これが厄介だ。エレベーターは指紋照合システムにより作動する。ごまかせない。その上、ベラージオ内部と金庫室は出入りする者の声を確認するシステムだ。声を真似してもダメ。さらにはエレベーターシャフトにはモーションセンサーが装備されてる。つまりエレベーターをいじるとシャフトの出口が自動封鎖されて閉じ込められる。シャフトを抜けられればそこからは簡単だ。あとは自動小銃を持った警備員2人と歴史上最も精巧な金庫室だけ。質問は？地下にトンネルを掘ってそこから入れば？いや、トンネルは掘れない。カジノの周囲の半径100メートルは地下にセンサーがあって、モグラでさえも感知される。他には？いい知らせはないのか？ある。ネバダ賭博委員会の定めで、全てのカジノは店内で使われるチップと同額の現金を用意しておかなければならないんだ。つまりその定めにより平日でも6000万から7000万ドルの札束ないしコインがカジノにある。週末には8000万から9000万だ。2週間後のボクシングの試合の日、俺たちが狙うのはその夜だが、
少なく見積もって1億5000万。それをこの11人で均等に分ける。1人いくらだ？その通り。質問がある。ん？カジノの内部に侵入してセキュリティドアを通り抜けて、なんとかエレベーターで下に降り、銃を持った警備員をかわし、難攻不落の金庫を開けて。監視カメラもある。そうだ、それを言い忘れた。いや、それが全部うまくいっても、1億5000万ドルもの現金を持ったまま誰にも止められずに無事に逃げ出すことができるのかな。できる。そうか、わかったね。え、よし、まずやることは現場の偵察だ。3つのカジノについて全てを知り尽くす。ディーラーの交代パターンから現金カードの搬送経路、そして警備員や監視員などセキュリティパスを持つ者全員の情報だ。シャーメインって子にあってさ、彼らの出身地やニックネームやコーヒーの好みなどまで。ナイトクラブでダンサーしながらメディカルスクールの学費稼いでる。俺のこと好きみたいなんだ。何よりもカジノの店内を熟知しろ。カジノってのは巨大な迷路だ。万一の時の出口は頭に入れておけ。10時44分に入った。46分だ、時計合わせとけ。そっちの時計が進んでんな。44分だって。10時46分だ。次にやることは電気だ。ボクシングの試合中にラスベガスを停電させる。馬車頼むぞ。電気切って真っ暗にして大混乱にすんのか。そういうことね。え、任せろ。3つ目は監視システム。カジノはあらゆるところにカメラとマイクが仕掛けられているから、それを乗っ取る。リビングストンできるか。そうだな、不可能じゃないがかなり困難だ。外部から接続できる回路はないよな。ない。機械室に侵入するしかない。エンジニアは何人だ。2人。1人は独身。ご苦労、シャーメン。1時間後に返す。ママによろしくな。会ってけば。これからママが踊る。